フィーヨ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 。はい、皆さんこんにちは。ロボット大好きお絵かき玩具チャンネルロボラボです。さあ、今回も前回に続き1975年のタイムボカンがネタなんですけれども、放送当時、クワガッタンは今日も出ないのか、ドタバッタンばっかりじゃないかと思っていたクワガッタンファンの皆さん、お待たせしました。僕のチャンネルでもいよいよこいつが登場です。CMズコーポレーションからかつて発売されていたブレイブゴーキンのタイムクワガッタン。さあ、今日はこいつで遊びながら三度タイムボカンの思い出に皆さんと一緒に浸っていきたいと思います。これ前回のドタバッタンのパッケージにもタイムボカン3って間違えて書いてありましたよね。このブレイブゴーキンの発売順的には確かにドタバッタンが最後でしたけど、そこで間違っちゃったのかな。さあ、じゃあ中身いきましょう。今回も動画のラストには恒例のお絵かきコーナーご用意しておりますので、ぜひ最後まで見ててくださいね。で、気に入っていただけましたらまたチャンネル登録やグッドボタン、あとツイッターのフォローなんかもよろしくお願いします。あれ、僕これ遊ぶの初めてかな。前持ってたブラックバージョン、あれで遊んだ記憶はありますけど、これがネジ穴隠し用のパーツ。まあ、僕このメーカーのネジ穴隠しパーツ一度も使ったことないですけど、まあ、ここのはいつでも分解できるようにしとかないとね。さあ、お待たせしました。まあ、本当はもうちょっと間を置いてからクワガッタンで遊ぼうかなと思ってたんですけど、なんか前回のコメントを見たらクワガッタン好きの方も結構いらっしゃるなということで、まあ、今回連続で撮影しちゃいました。まあ、ドタバッタン、バッタなのに4本足なんだって書かれてた方いらっしゃいましたけど、こちらも4本足です。足の角度はこんな感じが僕は好きだったりします。やっぱり個人的にクワガッタンはこの角度かな。じゃあちょっと手に取ってみましょう。まあ、これ常連さんがコメントにも書かれてましたけど、まあ、合金使われてる箇所多めなんで、ドタバッタンよりもずっしりとした感触ありますね。まあ、あんまりプラスチック感がない。足の先が車輪になってるのもこの機体の特徴ですね。で、この車輪は回転しますから、コロ走行させることも可能です。で、僕らが大好きこのクワガタの大顎っていうんですか、このハサミのところはね、結構クリック式でこうやって開いたり、まあ、角度変えたりして表情付けを楽しむことができます。で、ここに限らず全体的に関節とか、まあ、動くところはほぼクリック式になってるので、まあ、動かしててカチカチと、まあ、気持ちいいですね。まあ、こうしとかないとやっぱり関節が重さに負けちゃいますから。前足はここの回転にも小さなクリックが入ってます。で、この車輪の部分はクリック式ではないんですが、まあ、固めに調整されてますの で、後ろ足もこんな感じで、もう当たるところまでが可動範囲っていう感じです。で、この中間でこの程度の可動範囲になってます。後ろはここ回転しないかな。さらにギミックとしまして、引っ張り出して、で、この根元で回転させることも可能です。ここもクリック式。さらにさらに、このコクピットハッチ、ここメカブトン同様に開くことができます。で、こちらも同様にはしごのパーツがついてますから、まあ、これを引っ掛けてディスプレイすることが可能です。ちなみにここは反対側も開くようになってます。じゃあ次はいよいよお楽しみの飛行形態への変形。まずはこの前足の部分をですね、まあ、こんなような角度にして、まあ、ちょっと胴体の下に収めておきます。反対側も同じようにして、このぐらいかな。で、後ろ足はまっすぐ伸ばします。で、羽の部分については、クワガッタンはいろんな再現の干し方があると思うんですけど、今回のアイテムはまず引っ張り出して、で、左右に開くんですけども、ここがちょっと面白い構造になってて、こうやってね、角度が少しつくような感じで開くことができます。まあ、他のアイテムだともっと角度ついてるんですけど、まあ、これはこれでいいんじゃないかと。
こんな構造で、回転部分がそれぞれ逆向きに斜めになってます。あくまでもギミックで再現しようとするブレイブ合金、これはこれで楽しいです。ご存じない方のために、一応これで羽を回転させてヘリコプターみたいにして飛ぶんですけども、一応このお尻のところにね、噴射口がついてたりもします。これ羽を開けた背中のところになんかカタパルトみたいになってるなと思われる方もいらっしゃると思いますが、実はここで小型メカが登場。背中に搭載されるビーチクリン、蜂の形してます。 B でチクリンですね。でクワガッタに搭載するときはこのお尻の部分外しまして、で足を後ろに、この前足と後ろ足は一応稼働しますので、でこの状態でお腹の穴をこのカタパルトに差し込む。これで OK。これ僕が前に持ってたとも言いましたが、超信号筋グリップ、あのユニファイブの小さいやつ、あれだとなぜかヘリボタルが背中に乗っちゃってるんですよね。でこのカタパルト部分ちょっと上に稼働させることができるようになってるので、これで発進体勢を再現して遊ぶことが可能。さらにもう一機の小型メカ、ここのハッチを開くことによって中にダンゴロリンが搭載されてます。でこのダンゴロリンもお腹の部分がハッチに固定されてますから、取り外してこういう感じです。でもちろんモチーフはダンゴムシなんで丸まってる状態にも劇中でなるんですが、ちょっと再現できないのでこうやって別のパーツになってます。いやー、ダンゴムシね、先日僕の部屋にもいましたよ。クワガッタンは劇中何回登場したのか数えたことないんですけど、でも放送当時の幼い僕でもやっぱ回数少ないなとは感じてましたね。クワガッタンのこの戦闘的なスタイルは結構好きだったんですけど、でも劇中だとあんまり強そうに見えてなかったような気がします。じゃあ今回ついに3体目のタイムボカンで遊べましたから、ちょっと記念にね、全部並べてってみましょう。3体同時に並んでるってなるとやっぱ格納庫のイメージですかね。やっぱりね、この3つはもう1つ買ったらとりあえず3体全部集めないと気が済まなくなるっていうのはやっぱタイムボカンあるあるですよね。僕の場合はこうやってブレイブ合金で3体集めてみました。プラモデル版を集めてる方もいらっしゃると思いますけれども、そっち持ってる方の感想なんかもぜひ教えてください。また皆さんのコメント楽しみにしてます。今回の作品、何か思い出とかエピソードありましたら、ぜひコメント欄にまた書き込んでってくださいね。いつもたくさんコメントいただけて嬉しい悲鳴をあげております。ちょっと返信ができてないんですけども、全部楽しく読まさせていただいてます。この作品知らないよ、見たことないよっていう方も、どうぞご遠慮なく何か書いていっちゃってください。もし間違ったこととか書いちゃったとしても大丈夫。うちにはスペシャリストが集まってきてますから、後で詳しい方が優しく直しといてくれますので、ぜひ頼りにしちゃいましょう。もう皆さんね、好きでやってくださってると思いますので、いつもいつもありがとうございます。とは言っても、知識の量に優劣はつけないのがこのチャンネル。知ってる人も知らない人もこの場では対等です。同じ作品を好きな者同士、みんなでああだこうだ言いながら楽しくやっていきたいなと思ってますので、ぜひより良いコミュニティになりますように、皆様ご協力お願いします。さて次回はどんなおもちゃで遊びましょうかね。また次の動画でも皆さんと一緒にお気に入りのおもちゃで遊びたいと思ってますので、ぜひまた我が家に立ち寄ってくださいね。じゃあその時まで皆様ごきげんよう。またお会いしましょう。さよなら。